アニメメタルギア。久しぶりだな、スネーク。誰かと思えば、パイセン。パイセンってなんだ？パイセンではない。大佐だ。大佐、そうか、大佐。相変わらず不愛想な男だな。それより、俺たちの声どうなってんだ？声？ああ、声だ。ああ、声か。ああ。これはあれだ。こう、キャラクターを二等身にギュッとした時に、一緒にギュッとなったんだろ。どういうことだ。何を言ってるんだ。いや、そんなことより、久しぶりにまた単独潜入ミッションへ向かってほしい。嫌だ、嫌だ。絶対嫌だ、大佐。どういうことだ。単独潜入ミッションを嫌がるソリッドスネークってなんだ。俺はもう気づいたんだ。何にだ。大佐が言ってくる任務ってめちゃめちゃだな。おっと、今言うそれ。ああ、そうだ。核廃棄場まで泳いで行けっつったり。いや、それは政府非公式だから手ぶらで行けっつったり。それはしょう。最悪裏切るかもしれなそうな空気出しやがって。いやいやいや、こんなのメタルギアでもなんでもないよ。え、メチャルギアだよ。メチャルギアってなんだ。めちゃくちゃなことばっかりやらせるメチャルギアだよ。まあ否定はしない。何？なぜならそれがこのゲームの魅力だもん。あ、開き直った、開き直ったよ、この人。ブス。え、え、なんだ、ブス。いや、ブスじゃなくて。お、刺すな、刺すな、注射を勝手に。あ、失礼。失礼ってなんだ。おい、大佐、この美人は誰だ。彼女の名はナオミ・ハンター。ナオミ・ハンター。保健の先生のようなもんだ。保健の先生のようなもんなの。え、合ってる、その説明。だから、ブスやめて。刺さないで、そんな涼しい顔で注射何回も何回も。失礼。失礼しか言えないの。あれ、ちょっと待って、大佐。どうした、スネーク。なんか、めちゃくちゃ、単独潜入ミッションがしたくなってきた。なんだと。大佐、何を注射した俺に。いや、知らん知らん。フトートペプチドじゃないの。なんかむちゃくちゃアラスカに行きたくなってきた。あ、そうなのか。アシャドウモセス島。あ、そうそう、そうなの。アシャドウモセス島だ。あ、さすがスネークだ。すっごいほふく前進とか。ああ、いいね。ダンボールに隠れたりしたくなってきた。ああ、いいね。あ、そうか。どうした。久々にこうやって思い出したら、めちゃめちゃやりたくなるっていうのも、メチャルギアの魅力ってことか。ああ、いい宣伝だ。いい宣伝とか言うな。